有名ミュージシャンに歌声そっくり小学校教師の方お願いいたします。ちょっと小走り割とスピード出しながら来ました、ね、ちょっとはいね、はい、では自己紹介をどうぞ。はい、群馬県から来ました、あの小学校の教師をやっている関真美と申します。なんか歌声が誰かに似てるということですけども、はい、うん、誰かね、かなこちゃん、骨格的に中島みゆきさんとか。いや骨格この声から想像つきます、似てます、想像。あ、でも大体びっくりされることが多いです。びっくりされる、じゃあ女性じゃない可能性もあるんじゃない。びっくりされるってことは逆に平井慶みたいなことびっくりする、びっくりするでしょ。え、カラオケバトルはやっぱりすごく出たいなっていうふうに思ってる番組ですか。はい、超有名あのミュージシャンの方がすごく好きで、うんうん、まあ、その方にちょっと見てもらえれば幸せだなと思って。その似てると言われてる、声が似てると言われてる方に、はい、その方はどなたなんですか。あ、ミスターチルドレンの桜井和寿さん。すごくない、絶対女性歌手だと思ってた。男じゃんマジで。ちょっと、大学時代にミスチル桜井和寿の魅力に取り憑かれた関さん、以来毎日 CD をかけながら一緒に歌い続けたところ自然と歌声が似てしまったんだとか。そんな歌声をなんとかご本人に聞いてもらいたいとカラオケバトルに応募。自分ではちょっと全然そのレベルに達してないというか、もう当たり前なんですけど、おこがましい感じなんですけど、ちょっと女性にしてはあの頑張ってるねっていう。いや、癖の強さによっては結構笑っちゃいますよ。大丈夫ですか。そうですね、ちゃんと、はい、うん、じゃあ改めてこのカラオケバトルに出たいという意気込みをお願いいたします、うん、はい、あの桜井さん、あのあれ桜井さん、ビデオレターみたいな。普段は小学校教師、女性なのにミスチル桜井にそっくりの歌声とは。最初からほどお互いが来てる、心の声は君に届くのかな。沈黙の二人の手、めっちゃ似てるわ。いや本当に、いやいや時折憑依してましたよ本人。乗ってきたでしょやっぱり。ちょっと途中からあの、はい、ちょっと桜井さんってこうスタジオで歌ってるんだなとか、こういうとこでは歌ってないと思うんですけど、うん、これちょっとあの満足しちゃってませんか、これで桜井さんに届いたんじゃないかなって。ちょっともうなんか本戦はいいんじゃないかみたいなとこありませんか。本戦にもまだ出たいという気持ちちゃんとおありでしょ。ちゃんとあります、はい、あるんですね。高得点を叩き出せばカラオケバトル出場が確約される、ゴールデンファストチケットが手に入る。どうぞ。ミスチルそっくり関さんの点数は。おお、2から。おいた、3、上がれ、4、上がれ、あらー、
普段は小学校教師。憧れのミスチル桜井さんに自分の歌を届けたい。ゴールデンファストチケットが出れば本戦出場決定。果たしてどうだ。残念残念関さん。あら、はい、ちょっと残念ながら出ませんでしたね。残念、悔しい、はい、悔しいですね。出ると思ってました。手応えとしてはちょっと出ないかなと思ってました。期待は薄かったわけですね。はい、じゃあ